松家よ、そろそろ一息入れるが賢明ではないか。騎兵は決して侮れぬぞ。浅井氏の迅速なる討伐、それが信長様の命令。左近が妙に沸き立っていた。誰か奴を抑えておけ。よい、終わりへ届け。明智様金星黒のろし。このままじゃ敵に援軍が。早く紐戸を立たないと。あなたがいくら話そう、織田の外貨に変わりはない。さすがは明智様だよな。きっとこうなることを見越して勝家様に持たせたんだぜ。抵抗か、形だけでもしておくべきか。何が何でも耐えるのだ。明智殿ならばきっと挽回の策を講じてくれる。先遣隊の到着です。助かった。九死に一生とはこのことよ。よし、急ぎ体勢を立て直すのだ。苦痛の連鎖に絶望、全ては重ねぬごとく。なるほど、そういう策ね。正攻法で来たか。勝家、見えるのか。この惨状が貴様には見えぬだけなのか。鬼か天狗か、いずれにせよ魔王には及ぶまい。な、消し止められただと。勝家、早く黄泉の狼煙を出さんか。砂だ、砂をかぶせ。今一世の煙をたかんでは命取りよ。その門があなたにとっての極運となるだろう。これだけ炊けば必ずや本体も動いてくれよ。勝家よ、貴様は一体何を考えている。裏切ることなく死ねたのだ。なぜ私が動かなかったか。だと、死にゆく味方を助けろとは命じられていないがゆえに。行かないでくれ。私はお前たちが欲しかったんだ。私の魂は秀吉様と共にある。だから私は何一つ失っていない。